まず大阪市議選、府議選においても、市民、府民の皆さんに、この投票いただいたすべての方に感謝を申し上げます。関数目標に達することができました。これはしっかりと前へ進めていけということでもあるというふうに思ってますし、同時に身の引き締まる思いでもあります。選挙というのは結果がどうであれ有権者の皆さんにできる限り選択肢を示すとご提案するということが選挙においては重要だと思っています。この間この大阪の選挙区において4選挙区においては提案すらできなかった、してこなかったということがあります。これはある意味大阪都構想という非常に大きな土地機構改革、大阪の根幹に関わり、そして我々が大きく最も重要な公約として掲げ、進めてきている、今も大阪維新の会として看板を持ち続けてますけれども、それを実現するために一緒に進んでいこうということで、やってきた部分はあると思います。それが今も秘訣となってなくなっています。もともとそういった意味では自民と公明みたいに常に選挙協力をするという関係ではありませんから、そういった意味では一旦リセットされたというのは馬場代表の言う通りだと思います。